年内でこれをやりたいあれをやりたいというものがちょっとずつ決まってきたまだ内緒ですということですけれど羽生 <laughs> さんあの、改めて少しでもいいので今やりたいことっていうのを具体的に教えていいただけないですか、まあ、しっかり相性をやりたいなというのは思っていて、うん、あのまだ宮城県内とか仙台市内とかっていうのはちょっと言い切れないですけどあの、まあ、いずれ仙台だったり宮城県でもやりたいなというのは思っています。 いつ頃やりたいなとか時期って思われてるんですか一応、えっと、アイスショー自体は年内に2回ぐらいとりあえずやろうかなとは思っていて、うん、まあちょっと箱の問題とか会場の問題がなかなか難しくて、うん、そのプロに転向するってちゃんと皆さんの前で行ってからいろいろ動き始めたのでなかなかその会場を取れなくて大変だったんですけど、うん、とりあえず2回はやろうとは思ってます。<ー> もう早速見られるっていうことですからね楽しみですねありがとうございますでは次の言葉に参りますこれ内緒ですって言ってるのに聞いちゃうやつでいいんですよいいんですよここでしか教えていただけないあえて突っ込んだってことですねハさんどんどんあればどん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 言ってください。